2、実は我々アンドロイド軍が太平洋にいて近々補給にも、我々レジスタンスも君たちにもその後へ、ああ海岸沿いにある機械生命体たちも、もちろんヨルハ部隊からの指令頼んだぞ。仕事とはいえ、レジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。仕事に文句言わない。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。それに戦闘より雑用の方が安全、死ぬより死なない方がいいに決まってる。そうですね。でも大きな商業施設を作るなんて、旧世界の人類は余裕があったんですね。
たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そん…機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。トゥービーのお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないんですか？いや、その日が来たらいつか行こう。本当ですか？約束ですからね。ああ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙、いつの間に。この花、月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかわかりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されてその度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか？もしこの月の涙の咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。ありがとうございます。もし月の涙を見つけた時はこの周波数に通信してください。ではお願いします。Thank you.
を抜くな。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して侵略者を発見。おめでとう、知らんの。我らは俺の死に場所を助ける。エミールさんに知らせ。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろっていつまで。お待たせしました。ああ、そうだ、そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が。でもどんどん砂が浸出。そういえばその頃から人を見かけなくなった。人間を探してくれてありがとう。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少生命体の死体、墓場でしょうか。気をつけて、まだ生きてる。はい。
まだいます。喋っていましたね。この場所を言ってた機械生命体に聞いてみましょうか。何か情報を知っているかもしれませんし。
この世界から消滅するときに分かる。私たち。そうですね。疲れましたね。サルトルは人のことを考えない男で、相手は勝手に幻想を押し付けて盲信する。この関係に一体どんな意味があるんでしょうか。サルトルに聞けばいい。最後まで意味不明の人でしたね。人類の男と女っていうのはこんな不思議な関係だったんでしょうか。さあ
A2 の情報といってもどこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉などがダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですが、エネルギー反応があった場所にA2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は土地に集中しています。マップにポイントしておきます。A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応は、ん？何だろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は？破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を。他にも反応があります。行ってみましょう。
にデータチップの反応はありませんね。これで最後のようです。ポット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータで他データチップと照合、照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦、僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
アネモネさん、エートゥーさんと何があったんでしょう。語るには時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。なあ兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろ。分かったよ、うん、なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持て、イブ。分かったよ、兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。ああ、そうしろ。あのタイプは多分襲ってくるよね。推奨破壊当該機械生命体はアンドロイドを復讐の対象としている。了解。Thank you.
生命体が家族の復讐。馬鹿げてる。報告、人類史にも似たような事例多数。復讐の多くは戦。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって、町全体が沈下しつつあるんですよね。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビアンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ない。もうトゥビ気分ですよ、気分。これは月。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は行きます。そこにいてください。そこにいろって。お待たせしました。やっぱり早っ。ああ、昔エイリアンが襲来。僕はここで地球を守るために必死になって戦いました。エミールさんはきっと何か。でもそれが何かは分からない。探してくれて別の場所を見つけたら僕は。これでこの辺りの機械生命体は概ね排除できましたね。トゥビ、ナインエス。司令官？緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。
通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊に支援を求む。EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター 21O に 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って？具体的な座標をマップデータとして転送します。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。
隊にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。ルビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を撃ち込んでやってください。ここを離脱しましょう。ミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
サイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。陶器はポッド042、2B 専属の随行支援ユニット。陶器はポッド153、9S 専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることで、より効率的な作戦展開が可能と推測。提案。定期的な情報交換を、ポッド042とポッド153で行うこと。賛成。提案の内容を妥当だと判断。次の状況交換までに記録調整を行っておく。Thank you.
機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。記憶エリア。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨。視覚センサー処理系。はーい。チェック完了。問題なし。全チェック完了。
ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。何今の。不明。データ同期を中止。警告、データ同期は全ルーハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。検出。ヨルハ機体保管記録。こんなに厳重に防御する意味って何だろう。ブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる。検出。月面の人類会議サーバーへのポートログ。どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな、空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。新しいポートが開いた。検出。人類会議及び夜波計画記録インデックス。警告、当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。攻撃型の防壁。こんなのをサーバー内部に設置するなんて。このデータ、ヨルハ計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。マムとの戦いと冒険を経て預言者は言う。ああ大地の慈悲を。ああ天上の喜びを。鉄の組織から解き放たれ私たちの魂が。見つかった。機体 2B からの緊急援護申請。サーバー切断、ボディユニット起動。了解。9S。 オペレーターさん、何があったの。実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど電波状況が悪く。分かった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。